4月12日、三重県保健医協会から松阪市に、歯と口腔に関する書籍が寄贈されました。三重県保健医協会は、医師と歯科医で構成される団体で、5年前から県内の幼稚園、こども園、保育園、小学校に歯と口腔に関する書籍の寄贈を行っていて、今年は松阪市、伊勢市、志摩市に寄贈します。市内にある幼稚園、こども園、保育園を合わせた57園に対しては、歯に関する絵本、ワニさんドキ、歯医者さんドキが、小学校36校には、口腔に関する書籍、アイウベ体操で即育、なるほど呼吸学がそれぞれ1冊ずつ寄贈されました。三重県保健医協会の梅村忠副会長が挨拶で、絵本を読んでいただき、口の中の機能とか健康に興味を持ってもらいたいと思い、絵本の寄贈をさせていただくことになりましたと話しました。挨拶の後、梅村副会長から竹上市長に絵本と書籍が手渡され、その後、松阪市から三重県保健医協会に感謝状を送りました。誠にありがとうございます。ありがとうございます。最後に竹上市長から、子どもたちに分かりやすいものを配布して読んでもらうことによって、そういったことが広まっていけばと思っていますと感謝しました。ありがとうございました。お父さんお母さん、本当にね、まだお若いと思いますけれども、一緒に本を読んでですね、これ健康にですね留意していただきたいと思います。はい、今回の書籍の寄贈をきっかけに、お口の中のことに興味を持ってもらえると嬉しいですね。